しばらくお待ちください。はいはいはい、始まったか。始まりました。どうもシルビです。5回目の実況になります。4回目は入薬でした。5回目も入薬 L 字型ですね。これはこの前回ヘビーフォースのそのまんま、実はその次の試合なんですけども、そのまんまなんでちょっと借りましょう。さすがにヘビーフォースでこれもやっぱちょっと厳しいので、ストライカーを入れましょう。間に合え、復活でいいかな。どっかちょっとお疲れ様でした。こんな感じでどうでしょうか。ここをちょっと時間が厳しいかな。まだ全然大丈夫ですね。アクトザクはここはちょっとお休みして、ザクツージェこんな感じで行ってみようかと思います。作戦開始ポイントに到着しました。総員戦闘配置についてください。ここは定石で言うと出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。この X、C、これが一番近くにあるんですけども、この最初に A を狙う、 C の場合は Z を狙う、1を取って5を取って、これが基本的な流れですね。なんでそこを落としてから C を狙って、かつ B を削るで、比較的レース色の強いマップです。なので初動で A や Z をしっかり落としつつ、次の拠点につなげられる、本拠地につなげられるかどうかっていうのが大事なところです。だがしかし、私は、大体、A に参加することが多いんですけども、最近の流れとして3に行きます。というのもですね、3を最初に取っておいて、初動の後に3があるとですね、C をそのまま落とせるんですね。あー、敵も分かってますね。結構来てますね。これも仕方ない。無視していくかなっていう。3は結構ですね、みんな軽視してますけど、重要なんです。特にその初動の後ですね、今みたいにちょっと多すぎるかなっていう気はするんですけど、それでもしっかり取っておくのは重要だと思います。スナイパーがいますね。ちょっとやめてもらえますかね。あ、これ死んじゃったかな。はい、残念。一撃だけ。ただこれをやると X を落とせる。最近前方は X を最初に狙ってくる傾向ですね。 Z に来れないので Z をしっかりと守る、これ大事です。自分としてはただこれちょっとまずいですね。勢いがZもだいぶ削られるんじゃないかなっていう気がします。落としましたね。しっかりそこは落としてほしい。素晴らしい。自爆状とお前の400秒はいただいたっていう、50秒で400秒いただければね、安いもんですっていう考え方でコストは考えればいいんじゃないかなっていう失礼します。これ味方に当たって自爆パターンな予感がプンプンしますね。味方に当たって50倍分やっぱり踏みましたね。やっぱりあれですね、X を狙ってくる傾向ですね。ただ Y も削られてるのでこっちはしっかりと落ち着いて対応しなければいい。この後の流れが大事です。なので、3周辺に補給艦を出してくれると非常にですね、その後 C を落とせるので、こっちとしてもトントンに持って、あ、ただちょっと Z 削られすぎですね。これはまずい。ちょっと流れが悪いんですね。お、これは3をしっかりは取りましょう。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しましたからの指示です。敵軍戦力ゲージが残り 50% 以下です。さて、どうしたものか。これ C と B が見れるといいんですけど、なんで指揮官しか見れないのかっていう気がします。別に指揮官じゃなくてもいいだろうっていう。
かりと落としていきましょう。こっちにいますね。しっかりと、なんか後ろにいますね。今のはちょっと残念です。自分の動きが良くない。これ C と B 本当に見えるとねいいんですけど、そしたら減ってる方にネズミ行くなりっていうネズミの死骸もあると思うんですけど、見えない意味がわからない。3来ましたね。3は重要ですからね。こうなるとミサイルはですね、適当にロックせずに撃つのも結構大事です。それなりに、範囲があるのですね。爆風範囲ですね。特にこいつのミサイルに関して言えば、他の機体のはそんなにないんですけども、ザクマリンはミサイル機体なので割とボンボン撃っていいと思います。その分私は M 型を使っているので、なおさらですね、そんなに気にせずいけるっていう利点もあります。これ欲しいです。しっかりこれもちょっとブーストそして、ミサイルがないので無理はしない。雲ない負けっからです。さて戦艦がどうなんだろうか。敵の戦艦は3はちょっと取りたい、維持したいですね。3を維持するために、まあこれ FS で、 FS はこれ実はですね、なぜ FS を入れたかっていうと、これは突撃手段ですね。3点と F 型マシンガン、マシンガンじゃない、何でしたっけ、グレネード。だからあんまり C を直接狙うために特化してます。本来だったらあそこで3を最初に3を取りつつ C にグレネードを投げて C を削るっていうのが流れなんですけど、敵さんがなかなかいい動きをされたみたいで、残念な結果になりましたけども、そういう時もあります。よくでも仕方ないですね。対人ゲーム、じゃんけんですから、レースゲーは。どっちに行くかは蓋を開けてみてっていう。でももうちょいじゃんけん要素をね減らしてほしいんですよね。さてちょっと C 落としてもこれちょっとゲージ的に厳しいですね。多分 B はあんまり痛い。今の殴られる必要なかったですね。もったいない。各員攻撃を優先したまえ。守っているだけでは勝てません。なかなか何だかんだでやっぱ火力あります、こいつは。でもちょっとそれてもあれですね。殴られ、取られたのがまずい。上を取られてしまってますね。おっ、ギリギリ危ない。おっ、回復して、さあ俺復活して、復活してくれ。間違ったですね。敵が間違ってやってくれると思ったら違いました。たまにいますね。ちょっとなんかあるあるみたいな感じで、それ復活してくれるといいんですけど。さてこれなかなか、今回主役は割とザクマリンですね。ザクマリン素晴らしい。痛いです。そこんなところに寄った呪悪、危ない。あれおかしいな、なんでこっちは狙われたんだろう。ちょっと差別を感じました。これがマスコットかみたいなね。お、削ってますね。ただこれここで B に行けたら大きいんですけど、 B に行かないと多分
C を落としてもまずはこんなところかな。ゲージが縮まらないです、ね、敵軍ビーコンが発見されました。まあそれでも壊さないよりはいいのでワンチャンありますからね。攻撃を優先したまえ。守っているだけでは勝てますよ。次に参りましょうか。敵の火力が昔より高くなったのでそのせいか削られますね。リフカスでも削られるようになりました。一撃が痛い痛い。これからなんか線新しく出てくるのどんどん1500とか1600とかの装甲を持ってるので割とルフカスの趣味では時代に取り残された感じですね。 FS なんか私の FS は1000しかないので、これあれザクツジェノがあるじゃんみたいな。これ割とですね歩兵戦が FS だとできないんですね。結構装甲が重要です。今みたいなあの高装甲が増えた時代になると削られますからね。これね3発でこれですからどんだけだとは思うんですが今の当たんないのはちょっと残念ですね。この距離で撃ちたい。うん、残念ですね。ちょっと初動で、やっぱり3もうちょい人欲しいですね。敵も来てるのでまあそれでも A を落とせないとちょっとなんとも言えない難しいところ。やっぱじゃんけんすぎますねレースゲーは。もうちょいもうちょいなんていうか初動で決まってしまわないような仕組みが欲しいです。そういう意味で新しく入ったタクラマカン砂漠は割といい感じになったんじゃないかなと思ってます。というわけで、今回はお別れです。また次回ですね。今度は何をしようかまた考えてます。お疲れ様でした。